どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、白髪を隠すヘアアレンジ方法についてご紹介します。で、白髪染めをしたくてもね、なかなか時間なくていけないっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そんな時に限って急なお出かけだったりとかね、そういったお呼ばれだったりとかに呼ばれることもあると思います。そんな時の対処方法についてご紹介します。基本的に白髪が気になる部分っていうのは顔周りだったりとか、あとは表面の、耳周りだったりとか、この辺あたりが結構気にされている方多いと思います。で、このね、3つの部分をしっかりと隠す方法になります。長さ的にはミディアムヘアからロングヘアの方が対象になりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず初めに分けていくんですけど、顔周りのね、この生え際、結構ね、白髪が多い方も多いかなと思うので、この部分をね、隠すように顔周り一線だけ下ろします。これすることによってね、少し隠れてくれます。次にこの表面のトップの分け目の部分です。で、ちょっとこれ横から見てます。ここがやっぱりこう白髪が出てきてて、隠したい方も多いかなと思うので、この隠し方なんですけど、表面の部分ね、ざっくりと毛束というか分け取っていきます。こんな感じで、一応左右均等にね、取っていただければなと思うんですけど、で、大体の方ってこの分け目ってぱっかり分かれてると思います。この状態でまとめたとしても結構ね、パカッと分かれてしまうので、ここで斜めにちょっとね、分け目こんな感じで取り分けます。この上になった部分ですね、表面になった部分、こっちが下側の部分を交差させて、で、ちょっと分け目が出てるんで、少しね、溶かして隠すようにします。こうすることによってね、この表面の分け目の部分の白髪が隠れてくれるので、ちょっと溶かしながらね、隠すようにしてください。で、交互にしたらね、少し先のこうピキッとしたこう分け目がなくなるかなと思うので、白髪をちょっと隠したりとかするときっていうのは、ペタってしてるよりも少しね、ふんわりした方が、バランス良くて、で、白髪も隠れてくれるので、少しだけボリュームを出します。で、この辺の部分を、立ち上げるように。で、こうやってこうね、交差させてやってるので、あんまりね、分かれづらくて、ちょっとね、ボケてくれます。でね、この辺でちょっとね、毛先をねじねじして、ゴムで結んでおきます。で、なるべくちょっと下の方で結んであげるとベストかなと思いますので、この辺りぐらいで結びます。で、次に、こう、耳上の部分の髪の毛ですね、を振り分けて、ハーフアップみたいな感じでやっていきます。で、先ほど結んだね、ゴムの上でまとめていきます。で、後ろでまたゴムで結んでいきます。またね、この辺も下の位置ぐらいで、耳あたりか、もう少しちょっと下あたりぐらいで結ぶのがポイントです。でもこの辺とかで結構分かれてたりもするので、このね、上の部分の髪の毛を持ちながら、この分け目を隠すように、下にね、たるみを与えます。ちょっとね、下にこう引くだけで、ある程度ね、この分け目っていうのが増えてくるので、こんな感じでぼかしていきます。で、この辺がね、ピシッとなっている方もいらっしゃるかなと思うので、この辺も少しだけたるませます。反対側も同様に少しね、下にこうたるませて、分け目が出ないようにバランスを整えていきます。でね、こう下に引っ張っていくのが結構ポイントなので、下にこう噛み出せるような感じでやってください。最後にね、ゴムの部分にこういったヘアフックをつけたら完成です。はい、そんな感じでやってみました。ポイントなんですけど、表面のね、分け目の部分ってアレンジしてもばっかりで分かりやすかったりするので、その部分をね、こう2つに分けて交差させる、そうすることによってね、引き出した時になったりとかでも分け目が出ないで
白髪も隠れています。まとめてる時にいろんなところで、ね、分け目サイドの部分とかが結構分け目が出やすかったりもするので、その部分をね少しこう下に引きながら隠してあげる、これもポイントになりますので、この2つしっかりと覚えておいてください。このやり方っていうのはね、急なお呼ばれだったりとかに使える方法なんですけど、普段使いでもねテクニックとして覚えておくと結構ね使えると思いますので、ぜひやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後も皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。